オランダによるアメリカ大陸の植民地化は1590年代にガイアナのエセキボ川やアマゾン川沿いに最初の取と開拓地を作ったのが始まりであり1600年に現在のアジアのインドネシアに作った最初の取に先立つものだったオランダ人が新しい土地に入植するという実際の植民地化については他のヨーロッパ諸国と異なる道を歩んだ オランダ開拓地の多くは17世紀の終わりまでに失われるか放棄されるかしたが、スリナムについては1975年に独立するまで所有し続け、オランダ領アンティルとアルバについては、今日でもオランダ王国領のままである。1656年政策のオランダ領を着アメリカ植民地地図、1685年の複製1602年、オランダ連邦共和国政府は、 オランダ東インド会社に認可を与えた。その任務は、インドに至る経路を探検し、インドの地図のない地域に対して領有権を主張することであり、その後いくつかの重要な遠征が行われた。1609年オランダ東インド会社はインドに至る、いわゆる北西航路を見つけるために、イギリス人探検家ヘンリー・ハドソンを雇い、現在アメリカ合衆国やカナダとなった地域を、 発見し、領有権を主張した。ハドソンは、そこが探検のためには、最善のルートだと信じて、ニューヨーク湾北部に入りハドソン川を遡った。これ以来この川は、ハドソンの名前を冠するようになった。1614年、アドリアン・ブロックが、タイガー号でハドソン川下流に遠征し、オンラスト号でイースト川を探検し、ロングアイランドサウンドに入るヘルゲートを航行した。 最初のヨーロッパ人になった。ロングアイランドの東端、ブロック島とブロックアイランドサウンドは、このアドリアンブロックにちなんで名付けられた。ブロックは帰国してから地図を作成し、イギリス領バージニアとフランス領カナダの間にある地域に初めてニューネーデルラントという名前を当てた。ブロックはこの地域に、オランダ政府から排他的公易権を認められることになった。 オランダは何度か交易のための遠征を行った後で、1615年にアメリカ大陸では初の開拓地を設立した。ハドソン川沿いの現在ではオールバニの近くキャッスル島のナッサウトリデである。この開拓地はほとんどインディアンとの毛川交易を行う交易基地として機能し、後にオラニエトリデがこの役目を担った。 どちらの鳥でもオランダのオラニエナッサウケにちなむ命名だった。1621年、アメリカ大陸と西アフリカの貿易独占を目指して新しくオランダ日清ド会社が設立された。この会社はニューネーデルラントと呼ばれてきた新世界における一つの地域を植民地として認知されることを求め、これが1623年に認められた。 その後間もなく、現在のベルギーやドイツの出身者からなる、最初の植民者が、新しい植民地に到着した。同年、現在のコネチカット州ハートフォードの地に建設した、ホイスでゲーデフープトリデなどいくつかの防御を施した、交易基地の建設が始められた。1626年オランダ西インド会社の事務局長、ピーター・ミヌイットが、インディアンから、 マンハッタン島を買収し、ニューアムステルダムトリデの建設を開始した。同年、別のナッサウトリデが、現在のニュージャージー州南部グロースターシティのデラウェア川沿いに建設された。その他の開拓地としては、カシミールとベベルスレーでトリデがあった。ホイスデゲーデフープトリデの建設は1633年に、完工した。1636年までに現在は、 マサチューセッツ州ケンブリッジ、当時はニュートンから来たイギリス人がリトル川北岸に入植した。ここは現在ハートフォードのホワイトヘッドハイウェイの下になっている。1653年までにイギリス人がここにあったオランダの交易基地を取り上げた。1655年スウェーデン人が短期間カシミルトリデを占領した後、オランダは ニュースウェーデンの主要開拓地であるクリスティーナトリデを占領した。これら開拓地の住人の多くは、文字通り、オランダ人ではなく、ヨーロッパの様々な国の出身者だった。ニューネーデルラントへの移民のかなりの数の者のが、イギリスのプロテスタントあるいは、フランスのユグノーという経歴を持っていた。この中には、現在のニューヨーク州、ニュープラッツに入植したルイス・デューボイス植民地のように、 地元のインディアンと個人的な条約を結んでハドソン川から山脈に至る広大な土地を購入したものもあった。後にイギリスの支配下に入ってからもデュボイスと他の11人がその特徴あるデュジーンで自治植民地を継続して繁栄を続けた。今日、ここの村は当初の石造り家屋のある北、アメリカでは最古の通りを誇っている。1664年。 ヨーク港及びオールバニ港の指揮するイギリス軍がニューネーデルラント植民地を襲った。オランダ側は圧倒的に勢力で劣っていたので、ピーター・ストイフェさんと総督はアムステルダムトリデの降伏を認め、間もなくオラニエトリデも続いた。ニューアムステルダムはヨーク港にちなんでニューヨークと改名された。オラニエトリデは ヨーク港のスコットランドでの肩書きにちなんで、オールバニトリデと改名された。ニューネーデルラント植民地を失ったことで1665年から1667年の第二次エーラン戦争が起こった。この戦争はブレダの和訳で終結し、オランダはスリナムと引き換えにニューネーデルラントの領有権主張を諦めた。1673年から1674年の 第三次英乱戦争時にオランダは短期間、この領土を取り戻したが、1674年のウェストミンスター条約で、イングランドに返還することになった。同年、オランダ海軍のジュリアン・アーノーツが、フランス領アカディアの2つの砦を占領し、オランダ領ニューホラントとして、領有宣言した。しかし、アーノーツが指名した管理者のジョン・ロードスは、アーノーツが、 新しい開拓者を求めて、キュラソー島に向かった後で、柴叩く間に、領地の支配権を失った。アカディアの実行支配権はフランスに止まり、内面編の和訳で、オランダが、その領有権を諦めるまで紙の上での主権のみとなった。カリブ海における、オランダの植民地化は1620年代のセ戦と、黒い島で始まり、1628年のトバゴ島、 1631年のトルトゥーガ島とシント・マールテン島が続いた。シント・マールテン島に到着した直後に砦を建設したアンギラとシント・マールテン島をスペインのために失った時、キュラソー島とシント・ユースタティウス島に入植した。オランダは1648年にシント・マールテン島の半分を取り戻し、それ以来フランスと島を分け合うようになった。 この島を開ける境界線は何度も修正され、1816年に設定されたものが有効になった。オランダは、その退屈かの島を占領して、その後のスペインからの独立戦争の中で、スペインからの攻撃を防ぐために要塞化し、木材や塩の資源を活用した19世紀に入るまで、 現在はベネズエラに入る、アベス島、アベス列島、ロスロケス列島及びラオルチラ島は、オランダ政府が、オランダ領西インドの一部とみなしていた。オランダ領アンティルは現在でも、オランダの海外領土であるが、1954年に、自治を認めた。1986年アルバは、他の諸島とは分離して、自治を認められた。 オランダ王国の中でのこれら諸島の状態は変遷しており、諸島間の結びつきが弱く、オランダとの結びつきが強化されている。オランダは1625年にセント・クロイ島に基地を建設したが、同年にイギリスもセント・クロイ島に基地を作った。フランスのユグノーがオランダ人に加わったが、イギリス植民地との抗争が続き、1650年以前に、 そこを放棄した。オランダは1640年以前にトルトラ島に開拓地を作り、その後はアネガダ島とバージンゴルダ島が続いた。イギリスはトルトラ島を1672年に占領し、1680年にはアネガダ島とバージンゴルダ島も奪った。オランダは17世紀に何度もトバゴ島の植民地化を試みたが、その度に、 ライバルのヨーロッパ諸国のために破壊された。スリナムでのヨーロッパ植民地は1650年代にバルバドス総督のウィロービー卿が設立したのが始まりだった。この植民地は第二次英乱戦争の間にエイブラハム・クレーン戦が指揮するオランダに占領された。1667年7月31日。 ブレダの和訳によりオランダはニューネーデルラントをイギリスに差し出し引き換えにスリナム海岸の砂糖工場を手に入れた。1683年スリナムはオランダ西インド会社に売却されオランダ領ガイアナと呼ばれるようになった。この植民地はアフリカ人奴隷を使用した農業経済を発展させた。ナポレオン戦争の時代。 イギリスが1799年からスリナムを支配したが、1816年にオランダに返還された。オランダは1863年に奴隷制を廃止したので、経済を立ち行かせるために、イギリスのインド植民地やオランダ領東、インドから年季暴行の労働者を輸入した。スリナムは1954年に自治が認められ、1975年には、 独立を果たした。独立の可能性が強くなると、多くの者の、特に少数民族である、ヒンドゥスターニー人がオランダに移住した。独立後、政治が不安定になり、経済が落ち込むと、オランダやアメリカ合衆国への移民が増えた。オランダにおける、スリナム出身者は、スリナム一国分に相当する約45万人に、達している。 オランダ西インド会社は1616 16年にエセキボ川沿いに砦を建設した。オランダはスリナムと同様にインディアンと交易を行いアフリカ人奴隷を使った砂糖プランテーションを作った。海岸部はオランダが支配したがスリナム川の西ではイギリス人がプランテーションを作った。この2国の紛争のためにこの地域の支配権が何度も変わったが 1796年までに、イギリスが支配するようになった。1814年、オランダは、エスキボ、デメララ及びバービスの植民地をイギリスに割上した。レシフェあるいはマウリッツスタット、ブラジルのニューホラントの首都1630年以降、ネーデルラント共和国は、ブラジルの小部分を支配するようになった。オランダ西インド会社がレシフェにその本部を置いた。 総督のヨハン・マウリッツは植民地に芸術家や科学者を招兵して新しい南米植民地への移民を促進した。しかし、ポルトガルは1649年の第二次グアララペスの戦いで意義ある勝利を挙げた。1654年1月26日、レーデルラント共和国は幸福文書に調印してポルトガルに 北東ブラジルのすべての地を返還することを認めた。1654年5月の第一次、エーラン戦争後、レーデルラント共和国は、ニューホラントを返却するよう求めた。ポルトガルはこの時すでに、スペインと戦争をしており、リスボンが占領される恐れがあり、北東ブラジルも再占領される可能性がある中で、オランダの要求に応じた。しかし、 オランダの新しい政治指導者である、ヨハンデ・ウィットは、領土よりも交易が重要であると考え、1661年8月6日のハーグ条約によって、ニューホラントをポルトガルに返還した。1600年、チリのバルビビア氏が、オランダ人海賊、セバスティアン・でコルデスに征服された。コルデスは、数ヶ月後にこの町を離れた。1642年、 オランダ東インド会社と西インド会社が数隻の艦隊をチリに派遣しバルディビア市とスペインの金山を征服した。この遠征隊はオランダの将軍ヘンドリック・ブラウエルが指揮していた。1643年、ブラウエルはチロエ列島とバルディビア市を占領した。ブラウエルが1643年8月7日に死に 副将軍のエリアス・ハークマンスが指揮を引き継いだ。オランダからチリへの第二次移民は1895年のことだった。いわゆる植民地下検察総監とチリ移民と呼ばれる多くのオランダ人家族が1895年から1897年にかけてチロエ列島の特にモチャイコ、ホイリンコ及びチャカオに入植した。 同じ頃、ハーゲマン・エグバートが家族を連れて、チリに到着し、1896年4月14日、プエルトモントに近いリオガ島に入植した。さらにウェネコールケがビジャリカの植民地化を始めた。20世紀初期、南アフリカから、オランダ人の大きな集団がチリに到着した。彼らは主に鉄道建設で働いていた。ボア戦争の時の1902年、 イギリスは、オレンジ自由国及び、トランスバール共和国の双方を併合した。これらの移民は、チリ政府の援助で、チリへの移民を決断していた。1903年5月4日、200名以上のオランダ人移民が、パシフィックスティームナビゲーション会社の蒸気船オロペッサゴーで、フランスのラロシェルから出港した。この移民の大多数はオランダで生まれ、 35%は北ホラント州と南ホラント州から13%は北ブラバント州から9%はゼーラント州からさらに9%はヘルダーラント州の出身だった。6月5日、彼らはテムコの南ドンギル小集落近くの最終目的地であるピトラフ県市に列車で到着した。それから間もなく別のオランダ人集団が オラビ号とオリサ号でタルカフアノに到着した。ドンギルのオランダ植民地はニュートランスバール植民地と名付けられた。ここで新しい生活を始めるために500以上の家族が入植した。1907年2月7日から1909年2月18日の間にボーアからの最後の集団が到着した。現在、マレコ、ゴルビー、ピトラフ県。 母イさん及び、テム湖周辺で、オランダ人の子孫は、約5万人がいると推計されている。ありがとうございます。